ジャウマ・ペレー・ラディアス・ドス・サントスは、ブラジル・サンパウロ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。過去4度のワールドカップに出場し、うち1958年スウェーデン大会、1962年、チリ大会で2度の優勝を勝ち取った、ブラジル代表史上最高のディフェンダーの一人。その結出した、守備能力は元より、後期時には、 右サイドを果敢に攻め上がり、ペレーやガリンシャラを要する強力なブラジル攻撃陣の一翼を担った。37歳で引退するまでの代表キャップ数は、非公式記録を含めると111を数え、ブラジル史上初めて代表100キャップを達成した選手として知られる。レギュラーメンバーとして出場した1962年、W 杯チリ大会では、 決勝の対チェコスロバキア戦において3点目となるババのゴールをアシストしている。太陽が照りつける日中の試合で高く放物線を描くロングフィードにより相手ゴールキーパーの目をくらませるという頭脳的なプレーであった。2004年、ペレが選ぶ偉大なサッカー選手、フィファ100の一人に選出された。2013年7月23日、ミナスジェライス州の病院で フ不全のため死去。84歳没。ニュートン・サントスとは、ワールドカップで3大会にわたり医療サイドバックとして、コンビを組んだ。なお、血縁関係はない。ジャウマ、サントス死去イコール、ペレと共に W 杯2連覇貢献イコール、パルメオーゴン期も支える、日経新聞2013年7月25日。ありがとうございます。